グリーティングス。何？もう始まっちゃった。はい、グリーティングス。ということで、こちら、藤巻まさるさん。よろしく。よろしく。ということで、僕ら今どこにいますかと言いますと、ロチェスター大学です。ということで、ここがね、僕と小林陽生選手が過ごした大学になります。ご覧のように、こちら雪です。2月末ですが、気温はただいまマイナス7度。もうね、手を出しとくのもね、寒いんですね。ということでね、これからちょっとね、ロチェスターのね、大学をどんなところかね、紹介していきたいと思いますけど。雪入ってる。これね、しっかり、ね、整備されてますけど、これ毎朝、もう誰かしらが、しっかり大学の人がね、整備してくれてるんで、こう雪の中を歩くっていうのは、本当大雪が降らない限り、なくてですね、しっかり整備してもらって、安全に登校できます。ということで、雪整備はね、こんな感じで、このような車がね、毎回除雪してくれてます。で、下にも塩があって、まあ見えないですけど、雪を早めに溶かしてくれると。で、ここはおなじみの図書館ですが、まあこんな感じで見えてきますね。で、僕らとりあえずお腹空いたので、ご飯食べに行きたいと思います。ひどい。ここはパスタステーション。サラダもあります。こんな感じでサーブしてくれてます。今日はチキンとポテトですね。フライス。絶対ジャンプすんなよ。絶対ジャンプすんなよ。そこにジャンプすんなよ。絶対ジャンプすんなよ。おい、いやあ、あそこに時計台があります。アメリカではですね、この時計台を通ると4年間で卒業できなくなると言われてるんですよね。こんなところを通るわけがない。そんな迷信があったら通るわけがない。そんな迷信があったら通るわけがない。あれ、マサル、もうこんな通ったら卒業できない。もうここはね、みんな絶対避けて通る道なんだよね。もうマサル通っちゃダメだから。ほんとダメだから、ダメだから、ダメだから、行っちゃダメ。行っちゃダメだって。戻れば大丈夫、戻れば大丈夫、戻れば大丈夫なんて。戻った。オッケー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 。俺まで卒業してない。ということで、マサルは4年間で卒業できなそうです。これちょっとマジでやばい。これちょっと俺今ピンチ。これからジムに入っていきたいと思います。おはようございます。はっ、ドアも勝手に開きます。ジムです。ここでフリータオルです。フリータオルです。フリータオルゲット。
ここでね、ここでね、いつもここで洗濯物出したら勝手に洗ってくれるっていうね、最高かよ。サービス精神やばい、ね、何でもやってくれる。じゃあマサル、マサル紹介してもらっていいですか、このチームを。このチーム、ジム、あ、オッケー。じゃあここがね、インドアトラックですね。トラック&フィールドチームが練習する場所。ベースボールも結構雪が降ってる時はやってるらしい。そうです、雪が降ってるからね。パレストラ行きます。そうですか。おお、なんかすごそうですね、見た目が。おお、なんだここは。ここ練習してます、練習してます。これアメリカ多分一番人気のスポーツの一つです、バスケットボール。素晴らしいですね。バスケットボールの次はこれでプールです。おギョン、お、ちょっと生暖かいです。オッケー。ま、ダイビングです。ダイビングもあります。ここちょっとね、短いんだよね、確か忘れちゃったけど。 25m ない、短いけど、こう淡水なんつうのかな、まあ、これで試合もやってるんだよね、なんとかなるでしょう。変わってない。ここにメリオーラ、メリオーラはロチェスターの合言葉ですね。まあ、意味がよく分かりませんが、エヴァベター、エヴァベターってことでね。ここちょっと注目していきましょう。まずはここオールアメリカン。オールアメリカンっていうのは、部活動でいい成績を残した人、アメリカのトップ何番とかに選ばれるとなるんですけど、ここを注目していくと、ドゥ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 ド何が起こるかっていうと、いきますよ。ダダラララララ、あ、こっからだ。寮生小林2014、トモタカエンド2015、寮生小林2015、ダダラ、トモタカエンド2016、ダ、寮生小林2016、ダダラ、2017、トモタ、2017、寮生2018、トモタカエンドってことでね、もうこの壁いっぱいに僕らの名前があるんですね。オールアメリカン。いやー、こう写真もかっこいいですね。水泳部、サッカー部、ば、どど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 、ここできた、ここできたら誰だ、トモタカエンド。そして皆さんご覧ください、この隣、見覚えありませんか。そうです、この男です。テニスチームの一番手マサルと僕が隣で一緒に体育館に並んでおります。そしてここバスケ、バスケもね、3面あります。次は東コートです。おい、ここにトロフィーが置いてありますね。で、この国旗はね、今までロチェスターに在籍してた、人の国籍、あ、国、国籍、まあ、国の数だけ、ありますね。あ、それでね、注目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 、日本を恥に追いやられています。あんだけ活躍した日本人選手が追いやられています。もう日本人選手はいないからこっちに置いとけみたいな、そのアメリカの精神許せないですね。ですね、注目すべきはね、あ、まあ、とりあえずここ注目しておきますか。これね、ロチェスターがね、とてもインターナショナルっていう、インターナショナルなスカッシュチームってことで、ここ世界地図にその国、自分の国のとこに画鋲を刺して、そこで自己紹介をしていくみたいな感じですね。もちろん僕らの分はもう取り残されちゃってるんでね。そしてね、ここですよ、ここ、ここ、重要なのはまず最初、ユニバーサル・ロチェスター・メンズ・バスケットボール・モースト・バリエブル・プレイヤーってことでね、 MVP です。見てください、 しっかり寮生小林入ってます。寮生小林、寮生小林プラスエンドじゃないですか、これ。おー、この年2015年16年シーズンは僕ら2人で取りましたね。そして小林寮生3年連続で取ってます。で、僕の最終年、ここは1人で特に活躍はしてませんが取ってきました。で、ここ次はね、キャプテンですね。
いろんな人がいます。あ、ちなみにこれ来ました、両生小林ニールコーデル。これニールコーデル誰か分かりますかね、あの小林美咲選手の婚約者です。そこプラス、両生小林、またここ、はい、そしてここで来ました、両生小林3代連続。そしてその下に見えるのが T 遠藤、友高遠藤、ここでキャプテンです。ここでまた遠藤キャプテン、ふーという感じでですね。でここに、オーダーですね、1番手か12番手の名前が入ってるんですね。もう僕らの名前はもちろんないですけど、今年やってないので。でここで面白いのが、ブブブブブブ、The University of Rochester Men's vs. Squash The Waka Award Most Improved Player ってことでね、一番成長した選手に贈られるんですけど、この謎の The Waka Award、 Waka ってなんだと思った方、この一番最初に実は取った人、ドゥルルルブブン、洋平若林。そうです、あの若林洋平くんが最初に取ってるんです。その若から来てるんです、この若アワード。まあ、スカッシュコートはこんな感じでごめんあります。そしてラケットボールですね、次は、ね、ラケットボールです。やったことないです、ラケットボールです。次は僕のメインコートです。あんま興味ないですけどね。テニスコーチです。Yeah. It's not live, but... 室内コートで4面あります。以上です。